第9試合ザ朝鮮風メガトンアースクエイク60分一本勝負、まずは赤コーナー全日本女子アジャコング井上京子両選手です。まずはアジャ選手、イーグル選手とはタッグで4度目の対戦となりますがいかがですか。別に、まあね、4度目ですから特にこれといった新鮮味はないですけど、まああれだけの向こうも体がありますけど力負けしないようにしたいなと思いますけどね。アジア選手から見た LLPW 選手の印象というのを聞かせてください。印象って言ってもね、まあ、イーグルとかカンドリとかぐらいしかないから、あんまりあとは別に印象っていうほどの印象ないですからね。まあイーグルがでかいなっていうそんなもんぐらいしかないですから。それでは井上京子選手、はい、井上選手はあの武道館で惜しくもカンドリ選手に敗れてしまったわけなんですが、今回は相手は違いますが雪辱戦というところですか。そうですね、今日はあの LLPW と対抗戦ですが、あっちはあのカンドリとかイーグルとかも存在自体がね狂気みたいなもんですけど、私はここで勝負したいと思います。はい、今日はどんな試合にしたいですか。どんな試合、プロレスを思いっきり楽しんで、そして潰して最後には勝ちます。はい、頑張ってください。はい、よっしゃー、どうも言っといたろうかい。よっしゃー。さ、続いて青コーナーイーグル沢井修羅ゆかり両選手です。まずはイーグル選手、今日の試合に勝って念願のアジャ選手との一騎打ちに臨みたいところですね。そうですね、ぜひシングルは戦いたいと思います。前回の対戦で惜しくも敗れていますが、今日はどんなところに気をつけて戦いますか。向こうもパワーがあるんで、パワーに押されないように2人でガンガン行きたいと思います。続いて修羅選手、リングネームを変えて初の対抗戦ということですが、今の気持ちを。名前が変わったからって別に関係なく、今まで通り思い切り切りまくりたいと思います。協力コンビが相手ということで的を絞るとしたらどちらの方になりますか。アジャ選手が大きいみたいなんですけど、とりあえず京子選手なんですけど、関係なく2人とも思い切りやりたいと思います。頑張ってください。アジャ京子覚えとけよ、 LL の強さを見せつけてやる。本日のセミファイナル、ザ・朝鮮風メガトンアースクエイク60分一本勝負を行います。青コーナー LLPW160 パンス修羅ゆかり、同じく215パンス本日のセミファイナルになります朝鮮風メガトンアースクエイクタッグマッチ60分一本勝負、全日本女子プロレスアジャコング井上京子組対 LLPW イーグル沢井修羅ゆかり組のタッグマッチです。ちょっと初めに言わせてもらっていいですか。はい、どうぞ。こんな目の前で見てイーグルはでかいですよ。でかいですよね。まあ、すごく、かなりでかいんじゃないですか。95キロということになってますけど、重さでは重いですよね。確かにね、もっと95キロしてるんですか。ということになっておりますけれども、そんなバカな話じゃないですか。テレはやっぱりあるんでしょうか。しかし対しますはこれも今や全日本女子プロレス最強タッグの一つと言っていいでしょう。この井上京子とアジャコング、敵としても味方としてもお互いを知り抜いております。本当ロードウォリアーにしちゃってますよね。もうね、
水着もお互いの正式なタッグチームではないんですけども、はい、アジャと京子は組むのをエンジョイしてますよね。そうですね、たまに組むと本当に生き生きと。シュラゆかりですか、はい、この選手のキャリアはどんなもんなんでしょうか。それこそ旧ジャパン女子の旗揚げメンバーの一人、63年デビューということになってますね、63年ですか、はい、ということは井上京子とキャリア同じですね。そういうことになりますね。長いことは長いですよ。イーグルとはもうグレンタイというこのヒールコンビを組みましてね、タッグとしてのキャリアも長いんですけれども、目の前いると本当でっかいですね。でかいですよ。ご覧の通り体格で通用しません。この蹴りがまた、しかしアジャの超度級の蹴りがももにビシビシと、はい、これ弱い選手のあれなんですけど、はい、かじりついちゃうんですよ、弱い選手っていうのは。北斗さんならではの辛辣なお言葉が、うん、正直に言っちゃいますけど、かじりついちゃう、はい、かじりつくしかなくなっちゃうんですよ。もう蹴られるのも殴られるのも怖いから、かじりつくしかなくなっちゃうんですよ、弱い選手っていうのは。サッカーボール式のキックが、こんなすごい蹴り食らったことないんじゃないですか。でもそれを考えると食らうチャンスであるんですよね、うん、今日は。さて今度は井上京子はどんな、キャリアが同じなんですよね、ええ、返しちゃいました。お前なんか相手にならない、イーグル出てこいとばかりイーグルを挑発。たまに来ましたイーグルが、うわ、松江京子がビンタで張り手が捨てに持ち込みます。京子もパワーありますからね。しかしちょっとやっぱり本当持ち上げようと持て余してますね。あらばと嬉しいところは持っていかせないとばかり張り切っています。京子パフォーマンスが冴えます。ドロップキック、今なんか振り向きざまでしょ、はい、京子の飛んだタイミングの方がはるかに早かったってことですね。肥満体の選手にこのラクダ固めのような技はどうでしょうかね。肥満体露骨に行ってしまいますけども、肥満体じゃないと思いますよ。かなり体を使うことを、マスターしてきたって感じ しますよ、イーグル選手は。肥満体っていうのは良かったですね。まあ体型的に嫌やね。いや多分ね、アジャーイーグルというのはいずれシングルでやると思いますから、ええ、でもこれ見てくださいよ、こんだけアジャーと並んで全然引け取らない体っていうのはイーグルさばいだけだと思います、ええ、こんな選手いないですよ。いや、JWP の関西もでかいって言いますけど、やっぱり、ええ、ちょっと一回り小さく見えましたもんね、ええ、関西がこれ引かないですもん全然。チーンとしちゃったですよね。見入っちゃいますよ、ええ、だってどっちが力あるのかっていうか、ええ、それだけやっぱりね、体格的にもお客さんもなんていうのかな、差はないと思うんですよね。そうだ、見てみたいってことでしょ、うん、ええ、おお、ジャマン気味の投げで出ました。まずは意地を見せたのはアジャ、私体当たりではイーグルも引きませんね。おお、そうですね、あ、ブチーンとこう、しかしこの辺りはインサイドワークでやはり当てが一歩上か。でも今ダウンの仕方がまた巨漢レスラーだなって感じが。おー、ライフルを打ち込まれた象のようにね、ズシーンと言いますね、相当。最初対抗戦が始まった頃、私もあんまりイーグル選手ってどうかなと思ったんですけど、はい、見てるうちに非常に素晴らしいっていうことがだんだん分かってきたんです。その辺の潜在能力はね、アジアもブルも認めているようです。やっぱりレガースをつけてますよね、シュラーとかいう選手ですか、言ってますよ、お前のレガースは飾りもんかって言ってますね。やはりケナが強烈な一発が顔面に本当気味に食い込みました。やっぱり許せないんでしょうね、同じ蹴りを使ってるっていうね。さあ、館内京子コールが鳴り響きまして、京子パフォーマンスが今日も見られそうだ。お得意のまずはジャイアントスイングから、
なんか高さが違うしスピードも違いますね。回すスピードが異様に速い。で扇風機まだいけそうな気もしましたけれども、まあひとまずいいでしょう。また後がありそうです。やはりこのシュラという選手がネックになってきますか、このタクマチは。あこれちょっと死ぬんじゃないですか、なんかあそして入るんでしょう、胸元へグリキック。パワーで真っ向からね立ち向かっても、そばで音聞いた井上京子の顔がまた異常でしたね今ね。かわいそうという感じですか。いや死んだんじゃないかと思ったんじゃないですか。ご愁傷様と。あでも必死にネックブリーカー取ってはる、ちょっとは何ですかね、サバットを狙ったんでしょうか、何かこのやっぱり少し返してからチェンジ行かないと、このままねイーグルに助けを求めるというのも少し、いや正直な話キャリアが同じだとは思えないですね今日。だから今なんか余裕かましちゃった、京子は天才的ですけど、リング上に注目すればいいのか、リング下のアジャトイーグルの超毒の場外乱闘も注目されます。さあシュラが必死に雪崩式ブレンバスターを狙おうとするんですが、あーダメ、これはなんと京子は逆に担ぎ上げ返しまして、雪崩式アバランシュフォールド担ぎながら足持ち替えてですよね今。もうコーナートップの崖っぷちでさえも余力十分という感じ。やっぱりアジャーなんかは、はい、今世界一じゃないですか、おそらくはね当たる選手も選びたいっていう感じなんでしょうね。まあイーグルは置いといて、はい、シュラゆかり選手の場合なんかは、構成点を見せたいところですけれども、ブロックバスターホールド、なかなか面白い技を見せましたね。ブリッジがやや不完全でした。さあ立ち上がる左右を見極めまして、ダイビングヒップドロップ、軽量だけにこの技の単発ではね、ボールはおろかダメージにも結びつかないんじゃないでしょうか。再びイーグルが満を持しての登場、まずはパワーボムの挨拶。すごいわ、パワーボムすごかったですね今ね。これはフォークスクリュー式のヘッドシダー回転リアート、あーおっと突進するアジャオのラリアート、このイーグルのラリアートはすごいですからね。武道館ですか、8月25日の、はいはい、3人いっぺんにやっちゃいましたからね、止めてね首をかき切ったという3人とも秒殺でした。あアジャを上げましたよ、アジャをボディスラムするだけでもねめったにできる選手はいません、ね、そしてまさかこれはムーサルト、いやあのボディプレスでしょう。そこまではアジャを受けたっていう感じでしょうね今、あえてかわせなかったという感じです。これがアジャにはあります。これはちょっと裏剣がドンピシャだったですね。手を抑えてのバックドロップ。あー危ない危ない。死にシュラがカットに入りましたけれども。今度はこれをやるっていうの。水車落としですか、これは。これは二人の体重が加わったらリングに穴が開いてしまうんじゃないでしょうか。あ太鼓の乱れ打ちでシュラがかろうじて勝手に入りまして、これはダイビングシッピーのヒップドロップ。あのイーグル選手に必要なの多少のスタミナじゃないですか。シュラが必死にダイビングヒップドロップを決めましたけれども、イーグルは勝つためにはシュラを出さないというところでしょうね。全く辛辣極まる北斗さんのご意見ですけれども、まとめてるかも、お邪魔を狙ったんでしょうが、ね、ブリッジがね崩れました。自分の方が効いちゃってるんじゃないですかね。
下敷きになったショックがありますか。またも不十分なストバットが裏目に出まして悪いんですよね、彼氏スピード不足ですね。機動力でかき回してイーグルにつなげたい芝なんですが持ち味が生きてきません。またもやスープレックスを狙ったんでしょうが大沢とぶつかると井上京子パワーファイターになっちゃいますね。体格差が歴然としておりますからね。体格もスピードも技も全部じゃないですか。スピードさえもね、正直なところ言っちゃうとセミに出てくるような選手じゃないですね。そこまでおっしゃいますか。でもしょうがないですね。まあね、ビシバシとあっさりとダイビングエルボーでテイクホールです。11分10秒、11分10秒、ダイビングエルボードからの片寄り余裕満々、余力満々でリング上でパフォーマンスと、赤コーナー、では、山本プリズム真っ青のヒンズースクワットパフォーマンス、まだまだこんなに元気だったと、勢力有り余っちゃったという感じの赤と井上。でもしょうがないですよね、こんだけ力が違うと。恐れ入りました。私としては見ていて気持ちよかったかなと思いますね。まあ前場の選手してはないよね、思わずお客さんとやりたくなりますね。でも本家選手もそうほどなくしてアジアとベルトまで戦うわけだから、ね、ホールです。まあ、私はアジアコンボを認めてますから。はい、うん、いや、でもこの人は結構スターに見えますね。違います。いきなり伏線でこの怪物とやるということでどうですか北斗さん。そうですね、あのレッシャーとしては私はアジアコンボを本当に今一番認めてるんで、この怪我さえなければという感じで、北斗晶の戦い方しますよね。でもね、そうです ね、あのパワーとぶつかったってしょうがないんだから、うん、それは真っ向から。まあ今の修羅ゆかりみたいにはならないでしょう。それだけは言えますね。まあ手術後の足の方もさらに好転をお祈りしたいと思います北斗さんです。セミファイナルはアジャコング井上京子組の圧勝とお伝えしてましょう。第9試合ザ挑戦風メガトンアースクエイク、見事に勝利を収めましたアジャコング井上京子両選手です。おめでとうございます。完璧な勝利と言ってよろしいでしょうか。完璧な勝利も何も、まああんなもんでしょう。井上選手、はい、今日ね、あじゃあ井上京子組っていうのを見に来たお客さんはちょっとあまりね技とか見れなかったんでつまんなかったかなと思う。もうあれ以上やったら死んじゃうかなと思ってもうとどめ刺しました。はい、やはり、自力の差を見せつけたといった感じでしょうか。自力の差ってね、だからあのね、あとのスクワット風景を見てもらえれば分かるような感じでしょう。まだ、力が有り余っているようですが、はい、なんならスクワット始めましょうか。スクワット、はい、ありがとうございます。おめでとうございました。第9試合ザ挑戦風メガトンアースクエイク、残念ながら敗れてしまいました LLPW イーグル沢井修羅ゆかり両選手です。試合を振り返りまして一言お願いいたします。悔しいだけです。白選手と途中で記憶が飛んじゃったんですけど、一回あのアジャがお前のレガースつけてる今なんだって言った時にすごい思い切りもう蹴りたかったんですけど背中のキックが効いて立てなくなっちゃってすごい情けないなと。やはりアジア井上の強力コンビ壁は厚いですか。そうですね、前当たってんですけどそれ以上にやっぱりパワーをつけてきて、白選手強いけどでもそんな言葉にあんま言ってちゃいけないしもっと自分で、磨きかけなきゃいけないなと思いました。はい、ありがとうございます。以上です。